フリーアナの望月リエが自身のインスタグラムを更新。先週開催されたゴルフファイブレディスのプロアマに参加、小岩さくらと同組で楽しくラウンドしたことを写真と共に投稿した。52歳とは思えない、望月リエと小岩さくらの2ショット、本人のインスタグラムより、最初に小岩井と同組だったことを報告すると可愛くておっとりとした雰囲気からのキレキレのスイング。と、 トッププロのプレーを間近で見た驚きを記した。当日は接近する台風の影響で雨が降り、グリーンにも水が溜まりそうなくらいのコンディションだった。そんな中、私たちにも気遣いながら自分のペースを守り最高のショットを連発。もうすべてに惚れ惚れしてしまいましたと、すっかり小祝いファンになってしまったようだ。その一方で、雨で言い訳しながら回っていた自分に反省。 しかも下手すぎて落ち込みましたわらメンタルも体も鍛えなきゃです。いろいろ学びがありましたと自分のゴルフに対しては厳しい目で振り返っていた。そして公開された写真の一枚目、小祝いを挟んで左に映る、同じ事務所に所属するフリーアナの岡安弥生のゴルフを絶賛。ドライバーを豪快に振って飛ばしてましたかっこよかったよこの投稿を見たファンは、もっちいつも綺麗だよね。 モッチーさんの笑顔とゴルフウェア姿にうっとりですと写真に大喜び。そして小祝いと同組のラウンドには、羨ましい。約束だねと声を上げていた。もちは、テレビでの観戦も好きですが生で見るプロのプレーは違いますよね。また会場に足を運ぼうと思います。と、さらにゴルフの魅力に引き込まれた様子。最後は、 貴重な体験をありがとうございましたと感謝の言葉で投稿を締めくくった。